おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人法則局スタッフ T です。いつも文化人法則局ご覧いただきありがとうございます。本日も文化人ニュースをお届けします。まずはやはりこちらからです。解散する岸田派の保有資金の行方、派閥幹部、清算した上でどうするか、これから議論というふうに言われています。解散する自民党の岸田派が現在保有している資金について、ドーハの事務総長代行を務める 小野寺元防衛省は生産した上で残ったものをどうするかというのはこれから議論することになると述べたということにのそうですね。これが日曜報道でこのように言われたとのことです。岸田が解散にあたって保有する資金の取り扱いについて問われた小野寺氏は、歯の中で普通に事務やっている職員もいるし、当然事務所もあると説明し、そういうものを生産した上で残ったものをどうするかということはこれから議論することになると思うと述べたということなんですね。確かににこれどううううなるんだろうというふうに思って てましたのであちなみにここもですね公地会政治団体の公地会は2022年の政治資金収支報告書18日修正によると7800万円余りの資金を翌年への繰り越し額として記載しているということなんですねこのここも注目ですよねそしてこちら岸田派解散身勝手と地元広島の地方議員が結束に影というふうに言われています岸田首相による自民党岸田派解散の判断が 地元、広島県にも波紋を広げている。創設者の池田隼人元首相らを排出した縁から、高知会に愛着を持つ地方議員が多く、身勝手な判断だとの批判や落胆の声が上がる。首相,されてきた首相を支えてきた結束力だけでなく、次期衆院選にも影を落としかねない状況となっているというふうに言われていますね。高知会を溺愛している自民筋の声みたいですけども、首相の解散表明、広島県連の 中本さんですかね。会長代行は、出直しを図ろうとした勇気と決断力に敬意を示したが、県連内の評価は賞賛一色ではない。派閥の歴史は60年以上、広島から池田、宮沢、岸田、三市を首相に送り出し、高知会計を辞任する地方議員も多いということで、えー、地方議員、地元では身勝手という声も上がっているということなんですね。で、えー、こちらあ、花田編集長も、 岸田氏派閥解散の慌てぶりをつく文春新潮ということでこのように書かれていますね週刊文春週刊新潮を読むと岸田氏の慌てふためきぶりがよくわかるというふうにも言われていますね文春は高知会25億円を牛耳る岸田派閥解散の嘘新潮は岸田 vs 麻生権力争奪の火薬庫というふうなことも書かれていますね はい、このように麻生太郎副総裁の不満がこうやって漏れてたよってこととかそんなことも書かれていますねあちょっとこう見ておきましょうかね文春によると1月18日首相の唐突な宏池会解散宣言に麻生太郎副元首相は強い不満を漏らしたという「俺は最高顧問なのになんで勝手に決めているんだ大体いい岸田派と違ってうちの派閥には問題もない派閥のない政党なんて共産党かよ」 政治刷新本部最高顧問で自身は派閥を持たない菅義偉前首相も生き通りを示していたと。まだ刷新本部の議論は続いている。これじゃ何のための刷新本部なのかというふうに言われていますね。新庁では長年、高知会に所属し、岸田首相を支えた三谷元衆院議員が、そもそも岸田さんは昨年12月に派閥を離脱しているはずです。どういう資格で高知会の解散を宣言したのでしょうか総裁の立場で自民党全体を考えて発言したというならば、政治刷新本部の場で全派閥の解消を 答えるべきです自分の延命しか考えていないというふうに書かれていますね。本当に確かになんで離脱としたというふうに言われているのにねえどういう資格でおっしゃったんですかね解散宣言はね。 で高橋おじさんが政治資金収支報告書の不記載は訂正で無罪方面か税務上の追及も可能のはずだが財務省は政治家への貸し優先というふうに書かれていましてあ貸しでこのように、えー、財務省が動いているのかという見方もできるんだなと思いましたねで、えー、筆者は政治資金収支報告書で訂正したら非課税は無理筋であると思う当然税務当局も同じだろう 政治と金の問題の時資金の流れを調査しその税務上の適用のために知見は税務当局と水面下で協力することが多い今回も政治資金収支報告書の修正があり収入の修正とともに支出の修正もあったので課税所得してみれば派閥幹部に税務上の対処をすることも可能だと思うしかしその期待は虚しいだろう税務当局は財務省であるが彼らは実際に税務権限を行使するより行使しないで政治家に貸し を作りたがる宝だあってはならないことで邪水であるが税課税上の適正執行よりも積極財政派の政治家への貸しを作ることを優先したというならひどい話だというふうに、まあ、邪水というふうに言われていますけども、ね、積極財政派への貸しを作ることを優先したのかもしれないというこの考察なるほどなというふうに思いましたね。まあ、こういうういいいでししょうね言,言わないけど貸しの作り合い 貸し借りの世界みたいな、そういうことが広がっているのかもしれませんね。で、こちら、麻生副総裁。派閥は政策集団としての役目、さらに活発に、派閥は継続というふうに言われています。自民党の派閥パーティー、資金不記載の事件をめぐり、麻生派の会長を務める。 麻生副総裁は、派閥は政策の研鑽の場として、政策集団としての役目をさらに活発にしていかねばならぬ、と述べた。政策を役人だけに任せるのではなく、政策を大いに勉強、研鑽、立案し、持って国民の信託に応えていかな,いか,ないかねばならない。派閥を政策集団として、期待に応える集団として頑張っていくと、派閥の役割を強調したということなんですね。いやこれから麻生グループの ななんですかね、一強の時代が来るかもしれないなってなんかちょっとそんな風にも思うんですけどもどう思われますでしょうか。麻生グループのの時代が来るのかなみたいなでやっぱこう麻生副,副総裁今水面下でトランプさんのところに接触しに行ってくださったり日本のことを思ってこう動いてくださってるっていうことが分かりますしギリッと人情をとても大切にされているという風に聞いておりますのでやっぱそういうところに、えー、信頼を寄せて皆さんが集まって来られる可能性はあるのかなとかも思いますね。 で、麻生氏が派閥継続を明言。政策集団として頑張る。岸田派議員は公演の聴衆から両手で罰印というふうなことも書かれていますね。こんなこともあるんですね。聴衆から罰印みたいな感じですね。で、岸田派の石原。 衆院議員はこの日、三重県内の三市一町計7カ所を外線者で回り、街頭演説を行った。岸田首相が岸田派の解散を打ち出したことについて、よもや決断するとは思っていなかったと振り返り、我々若手がスクラムを組み、党改革をしていくと強調した。この日の演説では、聴衆から両手で罰印を作り、批判の意思を示されることもあった。自民地方議員は有権者の反応は厳しいと漏らした。 無派閥の牧原衆院議員は埼玉市内でミニ集会を開いた。支持者ら約10人を前に、今までは派閥の親分の前で、あなたも派閥をやめろなんて言えなかった。政治が大きく変わるチャンスだと指摘したということで、このような声も上がっているんですね。で、唐田隆翔さんがこのようにおっしゃっています。麻生派は一部に離脱の動きがあっても動揺が少ない。派閥は政策集団としてさらに研鑽を積まねばならないと麻生太郎氏。 だが、派閥領衆に人望も見識もない茂木派は空中分解の要素を呈し始めた。党内でも清和会幹部への離脱韓国問題で求心力低下の茂木幹事長、大洗から1.7区の底へというふうに言われていまして、茂木派が空中分解の危機というふうに言われています。久翔は内心にんまり。 ポスト岸田筆頭格が弱体化、元々のモの茂木嫌いが離脱ドミノというふうに言われていますね。ポスト岸田の最有力候補と言われていましたが、このように派閥が空中分解状態と、先ほどルタさんが書かれていましたように、安倍派の幹部への離脱勧告問題で、吸収力が低下しているということに、このような茂木嫌いが離脱ドミノというふうになっているんですよね。 茂木派が空中分解の危機だ。自民党派閥のパーティー収入不記載事件を受けて各派が派閥解散に踏み切る中、茂木幹事長を率いる茂木派は存続を模索していたが、所属議員の離脱が相次いでいるのだ。茂木氏にとっては大ダメージだが、岸田首相としてはポスト岸田の人格を弱体化させることができてプラスと言えそうだというふうに書かれていますね。で、尾部千子さんが離脱されて参院のドンと言われた青木さんの息子さんも離脱されましたしね。 で、えー、茂木派の混乱は岸田氏にとって追い風といえる。岸田氏は昨年の内閣改造自民役員人事で、茂木幹事長の交代を準備していた。内閣支持率が下落する中、茂木氏が総理総裁への意欲を隠さず、関係が冷え込んでいたからだ。麻生太郎副総裁の強い反対で留任としたが、茂木氏への不信感は続いていた。中田町関係者は今回の政治と金の問題で、内閣支持率も自民党支持率も下落したが、岸田氏の表情はそれほど暗くない。非主流派の安倍派、 と、二階派を解散に追い込み、さらに、今年秋の党裁、党総裁選で自らを脅かす、脅かす、茂木氏の力を削いだ、内心にんまりしているのではないか、と語っている、ということで、ね、ここで写真も載っておりますように、めちゃくちゃニヤニヤされてましたもんね、岸田師匠。やっぱりこういうことが頭にあるのでしょうか。いや、でもそれにしても、ああいう場面でニヤニヤするのっていうのは、ね、よくないですよね。信じられないですね。で、 茂木派大会でドリル優子が目指す。初の女性総理への道派閥了承を見かけた。裏に青木幹夫の遺言と茂木初節の不穏な動きというような強烈な見出しが出ておりますね。小渕優子さんのグループがもしかしたらできるのかもしれないな。とか、そんな風に思ったりもしますけどもどうなんでしょうか？ で、川田隆翔さんが、3位の外交防衛委員会の委員長に抜擢された小野田公議員は、直球政治家、スパイ防止法に対して、スパイ防止派に反対するのはスパイじゃないんですかと、どちらど真ん中の疑問、スパイ防止法どころかスパイ罪も存在しない日本で、彼の国はやりたい放題、やり放題、今や国家存亡の問題なのに、平和と命を守る抑止力さえ構築できない日本。 小野田氏や高市早苗氏ら日本を守り抜いてくれる女性に次を託したいというふうにエールを送っておられますねちなみに高市さんの動きとしてこういう動きがありましたね高市経済安全保障担当大臣は先週岸田総理大臣に対し能登半島地震の復旧復興を優先するため大阪・関西万博の延期や縮小を検討するよう求めたことを明らかにした YouTube で能登半島地震が起きて資材や人材 人手不足も起きている中で私が心配しているのは両立できるかどうかだと述べたというふうに言われていましてこのようにも報じられていますね共同通信が報じているようですねはい、えー、これもどうなっていくんでしょうか20年開幕予定だったドバイ万博もコロナで1年延期されたとして被災による万博延期に国際社会の理解も得やすいと強調同時に延期は難しいと思うとも語ったということなんですね はい、このように高市さんがおっしゃったということがどう波及していくのか岸田師がどういう反応をするのかも注目だなというふうに思っております。皆さんはいかがでしょうかぜひ皆様のご意見などコメント欄でいただけたら幸いです。というわけで本日もありがとうございました。それではまた通信最後やっぱり屋敷動画で終わりたいと思います。本日はこちら。絶対に締めさせたくないのが伝わるわらわらということで見てみましょう。 というわけでいかでしょうか。めちゃくちゃこれ笑っちゃいました。笑,笑ってしまいました。<laughs> めちゃくちゃ可愛いですね。もう伝わってきますね。示させたくないというのがね、はい。私もこんな目でこれやります。というわけで本日もありがとうございました。それではまた。